車止まってますけど、あ、一応駐車場のように白線が引いてますね。そして炊事場があって、漁港の真横で、やはり上からの方がね、眺めがいいんで、人気なのは上ですよね。下はひょっとしたら穴場かもしれませんね。ひっそりとね、別に海は眺めなくてもね、下から海が見えたらそれでいいっていう方はね、むしろ下の方が空いててね、伸び伸びできるかもしれませんね。なるほど。あ、こういう風にね、海沿いにこう、横のね、ここは一応行き止まりっていう形でね、ここまで繋がってるんですね。そしてこちら、あ、これがあの、コンピラ岬伝説って書いてますけどもね、さっき Google マップに載ってたやつですね。これが炊事場。蛇口が一つと、こっちも一つ。蛇口二つしかないですね。お水はちゃんと出ますよ。一応テントサイトっていう感じですけども、ちょっと路面といいますか、地面はね、土じゃなくてね、ちょっと砂利混じりの土のような、草もね、あまりキャンプに適したような雰囲気ではないですけれども、テントは誰も張ってませんね。車は止まってますけどね。これは、あ、こっち、波の音がね、すごい聞こえて、むしろこっちの方がね、一人でのびのびと夜はできるかもしれませんね。昼間はね、結構あの観光の方とかがね、降りてきたり、釣りなんかもされてる方、ひょっとしたらいるかもしれませんね。なるほど。あ、こんな感じで親子でね、海辺に座って、これいいじゃないですか、これ。めちゃめちゃいいですよ、これ。でね、やはり電波がね、4本4本マックスですね。さすが海沿いはね、遮るものがないで、電波がね、いいですね。こちらがね、Google マップに載ってる岬台公園キャンプ場3っていう、こっちの方ですね。3つのエリアがありますね。ここ3番目と上にね、一番最初に見えてくるのが、Google マップでいうところの1ですね。で、僕がテントあったのが2ですね。これが、コンピラ神社ですね。あの赤いやつがね。ほんとこれ、階段になってね、海の、もう水を触れるところまで行けますね。ああ、波の音がいいですね。すごい。なんだあれは。モーターで飛んでる人がいますよ。ね、プロペラが回ってる。これ大丈夫なんですか。落ちたら死にますよ。こちらも鳥だ。飛行機だ。竹ちゃんマンだ。違うか。すごいですね。大丈夫ですか。大丈夫ですか。すごいですね、これ。面白そうですね。気持ちいいでしょうね、これ。いや、僕は高いところ苦手なんて無理ですけども、こんなの絶対に。すごいですね。バスケットとかになったら終わりですよね、これね。ちょっとしたエンジントラブル死にますからね、これね。初めて見ました、こんな間近で。さっそくと過ぎ去ってきました。何やらこちらにもなんかこう、スリーがありますね。今気づきましたけども。あ、ここまで祀られてる感じなんですね。これでね、3人座って海を眺めて、最高じゃないですか、これ。ずっと眺めてられますよ、これね。ここにテントあるのもなかなか、オツですね。上の方はね、眺めがいいですけども、この波の音はね、聞こえないですからね、ほとんど。キャンプファイヤーサークル的なやつでしょうね。炭なんかもありますけど、ここでね、大きいキャンプファイヤーサークルでき、一応できるっていう、そういう感じですね。ベンチがありましてね。いや、ここ悪くないですよ。ここがね、もうちょっと綺麗な芝生だったらもっと最高なんですけどね。ちょっと砂利っぽかったりするんでね。まあまあ、でもグランドシートを引いてね、テント張ってしまえば、パラダイスですよ、ここ。いいですよ、これはこれで。私は気に入りましたよ、ここ。穴場ですね。上あんなに人がいっぱいいてるのにね、誰もこっちに降りてこないというね。そして漁港。なるほど。なるほどですね。
辺やっぱ眺めいいですね。あの岸壁が見えるのがいいですね。あっちのこっちにテントを張るのもいいかもしれませんね。あんな楽してね、駐車場の前にあってね、最初はいいかもしれないですけどね、その後ずっとやっぱこの人正解ですよ。場所的には最高の眺め。さあというわけでね、お風呂に行きたいと思います。ここがね、初山別温泉ホテル岬の湯っていうところなんですけども、11時から夜9時半まで最終受付で、夜10時まで入れるみたいですね。で、料金の方は現在の2022年の価格で500円ですね。あ、そういえば去年ここでね、お風呂上がりにアイスクリーム食べましたね。記憶に残ってますよ。向こうのね、去年あの、有料の方のね、大都市キャンプ場の方にフリーサイドで行ったんですけど、あっちからだったらね、バイクに乗ってこないとダメなんですよね。だからやっぱりこっちのね、無料のキャンプエリアの方がいいですね。あ、そうそう。そういえばあそこね、道の駅になってるんでね。いやー、これほんと歩いてこっち行った方が近い。これはポイント高いですね、ほんと。あ、書いてますね。料金500円。11時から10時。最終受付が9時半ですね。OK です。なんかつい最近のような記憶。そんな気がしますね。つい最近来たような気がするな、なんとなく。結構経ってるんですけどね。ここで脱ぐのか。これはひょっとしたらお風呂の中から夕日が見れるのかな。そんな感じですね。あの日の入りの時間が表示してあったのに、おそらくそんな感じでしょうね。あ、思い出した、前回来た時はここがね開いてましたけどね、このゲームコーナー。思い出しましたね。ここさあ、今日はどうしましょうかね。リアルゴールド、レモンで割ってみましょうか。これ一回、いつもコーラなんでね、ちょっと違うやつをね、今日は試してみたいと思います。炭酸でね、あ、ファンタオレンジでもよかったか。まあいいか。あ、さっぱりしました。ここのね、岬の湯、なかなかね、ポイント高かったですね。なぜポイントが高いかと言いますね、あのシャワーがね、プッシュ式じゃないんですよね。オンにしたらずっと出っ放しでね、しかもシャワーのね、水量がめちゃめちゃ多い。だからもう最強にしたらね、ブッシャーって出るね。なし汁プッシャー状態、気持ちよかったですね。あとね、ついたてがちゃんとあるからね、隣からの水しぶきが来ないっていうね、このプライベートが保たれるっていうね。そして露天風呂もありましたね。これ夕方、夕日の時間に来たらね、露天風呂に入りながら夕日も見れますね。ちょっと露天風呂はね、ちっちゃくてこじんまりとした感じなんですけど、まあ、あるのとないのとではね、全然違うんでね、なかなか良かったですよ、ここ。初山別温泉、岬の湯。そしてね、もうこう歩いてこの橋渡ったらすぐはもうテントサイトっていうね、最高ですね、これね。ちょっと先に一口飲んじゃいますか。箸にサソリ座、牡牛座、水亀座と、こう星座がね書いてますね。ひょっとしたらここ星が綺麗に見えるのかもしれませんね。あんな風に、ね、煽ってるだけあってね、まあ、煽ってるわけじゃないんでしょうけども、夕日がね今日はおそらく綺麗に見えるのと同時に、夜は星が綺麗に見えたら最高ですけどもね。この辺なんてずっとね、広々と空いてますよ。駐車場台数限られてますからね。やはり荷物やっぱ皆さんこっちまで運ぶの大変なんで、こっちの方だったらガラガラですね。こっちの方に貼ってもよかったかな。ちょっと荷物運んでね、そんなに大した距離でもないんでね、一人でのんびりとね過ごせましたね。こっちまで運べば。今ね、食器を洗ってたらね、こんにちはっていう挨拶とともに、ハスさんですかとまたお声かけいただきましたね。嬉しいですね。あ、この XMAX の傘ですね。今ね、ちょうどセカンドチャンネルで生配信が終わったばかりなんですけどもね、
たくさんね参加していただいて、スパチャもたくさんいただいてね、ありがとうございました。もう今ちょうどね夕日が沈んだばかりで配信も終えたんですけどもね、いやちょっと自分のテントの方にね戻りましょうか。お酒もうびっと、はあ、行きますか。いや綺麗な夕日、皆さんにお届けできてよかったですよ本当に。そうこれね、あすごい夕日がいい感じですね。あの動画なんで。そうか。はい。さあまたもやね生放送が終わってね、なんとあのあはい。あ、いえ、これ坂道なんで駐車場入った方がいい。またもや声かけていただきました。今もね、あの、大阪のナンバーの方でね、あの、Y さん、茨城の Y さんっていう方とね、今ちょっとお話しして写真撮ってたんですけどもね、またもや、もう日が沈んでから結構経ちましたけどね、随分と綺麗な色がまだ見えてますね。これはまたこれで、いい感じに、綺麗ですよ、これ。いやここのキャンプ場で結構声かけていただきましたね、なんだかんだ嬉しいですね。3組声かけられましたね今日。まあね今しがた差し入れをね、またビール恵比寿ビール2本もいただいちゃいましたね。差し入れ他にもねいっぱいいただいたんでね、ちょっととりあえずこれ冷えてるやつをねいただきますか。ありがとうございます。ちょうどねビールが飲みたかったんですよ。まだね夕日が綺麗ですね。ありがとうございます。おつまみにもねいただいたんで、あ嬉しいですね、美味しそうですね。イカもねありますけども、ちょっと今この燻製これちょっと食べたくなったんで、こちらの方ちょっといただきましょうか。ありがとうございます。僕ねこのねサラミもね大好きなんですよね。ちょうどお腹もねまだ空いてるんで、これいただきます。これなんか食べたくなっちゃったんでね、いただきます。うん、ビールに合いますね。びっくりしましたね。今ねここにキツネがね顔出しましたよ。ダメだよって言ったのにね、ひょっこりキツネがどこ行きました。びっくりしましたね。どこ行きましたキツネ。可愛かったですけどね。いやびっくりした、今もう帰られた。その動画を見てた急にね、急にこっからキツネがねピュって顔出してね、何か取ろうとしたんでしょうかね。この辺の匂いがあったんでしょうかね。キツネだから良かったですけどもね、ダメだよって言ったのにね逃げないんですね、キツネね。2回目強く言ったらねどっか行きましたけどもね、怖いですね。昨日のね黄金岬キャンプ場にもねキツネが夜ね来てましたけども、餌もらおうと思ってね、誰かあげる人がいてるんですかね。キツネはね、エキノコックスっていうの、寄生虫がね、いるから、触っちゃダメなんですよね。